皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もダークソウル3遊んでいきましょう。さあ今回は、このイルシールの力を先へ進んでいきましょう。前回はショートカットが一つ開通しました。でね、とりあえずそっちへ向かっていこうかね。危ない。ショートカットね、こっちですね。ただおばちゃんがいる。あ、待って、なんか体力めっちゃ縮んだんですけど、何これ。あれがこのおばちゃんの武器の力か。待ってね、これは困りますね。どうすっぺ。え、めっちゃ短いんだけど。思ったより強いな、あいつ。でね、そっちか。伸びた。下に。そこっち。で、そこに。3人。で、バーッと抜けて。あー！で、そっちはね。よしよし。でね、この最中に確かアイテムありました。どっちだ。そっちか。あれは今取っておく。ほい。雷の剣。でね、これ生きてんのかな、もしかして。全員死んでる。死んでますね。こいつは流体石。この先隠し道、ジェスチャーが必要。何らかのジェスチャーを持っていれば先に進めんのか。隠し道、まあいいや。でね、そこっち。そこやばいな。あれ、あのね、おばちゃんが意外と強いっていうことが判明しましたからね。その小走りモーションね、あれもいい感じに不気味だよね。こっち来い。で、さらに左に2人。いや、まだいるわ。いすぎ。もう何なのここ。4人。これはまずいぞ。なんだこの量。待って、なぜ、何にもしていないのになぜライフが減った。めっちゃ減ったんですけど、なんで。あいつのもしかしてランプかな。しかも減った分返ってこない。で、そこにあのでっかい赤ちゃん。減る。よし。極死のズボンいらねえ。残り火。と、そっちがネズミか。前回そっちから来たのか。待って、ここいっぱいいるわ。これはまずいな。こいつね、何気に火力が結構あんだよね。
よし。でね、そこに2体。まずこいつ。で、こいつがナスト。よし。罪の種火。種火は鍛冶屋さんのおじさんに渡していこう。で、さらに、ミミック。これはね、確実にミミック。ほい。で、くさび石の鱗。こっちは？ちょっと怖いな。探求者の遺灰。お、びっくりした。宵闇の士官。超びっくりした今の。なんなのもうあの人。宵闇の士官。これですね。消費 FP を減らすけども、HP も減ります。でね、多分、順路こっちかな。で、その前に探索。残り火。減るな。おそらくあの赤い光か。もりもり持ってかれる。あ、待って、これまずいわ。赤目さんがいる。これまずい時に出会ったな。ちょっと避難して、でこいつは先手ダメージを取っていく。早い。なんだこいつ。よし。で、残り火。他には何にもない。何にもない。で、次。こっちかな。ここはね、鍵。あ、そう。待って。中に人がいますね。ただ鍵を持っていないとインタラクトできない。で、次ネズミさん。こいつを殺していきたい。よし。でね、もう一匹。アイテムないかな、ここ。前回ね、すごいパーッと通ってしまったんで、一応チェックしていきたい。うん、大丈夫ですね。で、回復したら、こっちはね、なんだ？あっちか。ジェスチャーのとこで、順路そっち。さあ、ようやくここも結構潰れてきたね。いや、本当に気が抜けないわ。前回と今回は。なんかね、こうロケーションがすごい不気味なんで、精神的にもやっぱり
追い詰められますね。ここで誰かが死んでいる。力尽きた戦士の大きなソル。罪の都。こいつか。皆さんこいつで亡くなったのか。まずは、あ、ちょっと、危ない。あ、チャンスかと思ったんだけど今。あ、柔らかい。回復。画面が見えない。もうちょい。よし、もうちょい。よしよし。くたばった。アイテムドロップしない。何にも落とさない。そろそろキャンプファイヤーがあってもいいんじゃない。おそらく中ボスだよ今のは。そしたらどういく。そっち側にアイテム。うん、これ待って、あのアイテムどう取んの。はしごか。まずは普通に降りて、でね、このなんだこの微妙な位置のこいつは。はしご上りの、うん、ありましたね、キャンプファイヤー。大の字と不死の遺骨。よしよし。これね、多分、うん、こういくのかな。待ってね、先がポリゴンの関係でよくわからん。そっちにつながっている。危ない、今の危ない、今の危ないよ。なんで今バックした。ね、そこのそっちにコロンってできるはず。あぶね、死ぬとこだったな。ちょっともう一回。そこに落ちていければいいんだけど。そうそうです。あ、でもあっち側か。そっち側ですね。ですね。となったら、一旦まず、エストを強化しに行こう。不死の遺骨。あれを首に行きます。帰るぞ、お家に。お家大好きマン。祭祀場に帰るぞ。で、まずは遺骨をくべていきます。よしよし。でね、さらに体力を上げておきます。よし。そしたら帰っていきましょう。罪の都。ほいでね、待って、そこに何残したのこれ。あ、高すぎるよ。待って、はしごはどこだ。
これか。そこになんかありますね。なんだろう。どういったんだ。ほいで、こっちかな。これは、これは何？いけんの？そっち。いけるっぽいね。つながっている。なんだ？なんだ？何？またこいつか。こいつ飛ぶから嫌だ。一旦避けて。なんだ？たまに全然通らない。強い。よし、やれる。あ、硬いとこに当たった。よし。おそらくこいつはリスポーンはしないでしょう、多分。そこで死んでいる。あ、さっきのあれか。ん？どっちだ？そっちか、進行方向。ぽいですね。ここも広いな。ここを登るとどこに行く？さっきのとこ？これでアイテム。よし。エストの回復はまあいいかな。で、一応こっちチェック。穴に注意しろ。そこか。これはね、弓矢かな。で、前に向かって走るはず。そう。待て、消えちゃった。マジか。これジャンプした方が良かったかな。これもったいないっすね。待って、逃げんだマジで。穴に行く。待って待って待って、コロンコロンしてどこ行った。なんだこれ、もったいない。多分光るくさびしかな。まあ変えるからいいけど。取れましたね。死んだのかあいつ。そしたら、こっちか。どっち行く？そっち行く。毒死の花苔玉。あれ、さっきのなんかね、町っぽい神殿っぽいとことは全然雰囲気違うんですけども。どうなっとる？で、またあそこにあのロン毛のキモいのがいる。キモすぎ。もう何なのここ。待ってね、あっち側の一番奥にアイテムとか配置されてたらすごい嫌なんですけど。そっち側ね、ありますね。そっちも行けるし、はしご。
で、さらに、そっちも行ける。行くとしたらそっちかな。行きましょう。キモい。待って、ここ何？出血が有効。おそらくボスか。ちょっとスタミナ回復して、よし、いらね喪失石で毒になる。このアイテムの中身をなんか確認できるスキルとかあったらすごいいいな。そこにさらにアイテム、そっち側にもあんの？怪獣石。やだなこれ、なんか、見つけちゃったらさ、行くしかないもん。こんなの。呪い神の指輪。さらに毒の奇跡。もうないね。そっちの上何なんだこれ。待って、この毒まずいわ。一旦回復して紫ウンタラ、これか。毒や猛毒、普通の毒ではない。あ、猛毒ですね。あれ猛毒か。よし、なんかいる。巨人がいる。こっち何？人が死んでる。なんだここ。順路がマジでわからん。で、さらに。待って。あ、強い。なんだこいつ。回復。こいつで死んだのかみんな。いや強いなこれ。回復からのこうです。よし、なんだこいつ。ローガンのスクロール、この先、ジャンプが有効。待って、それはさっきやった。で、そっちか。あ、これかな。うん。じゃあ、下のあれは何なの？下のあれがすごい気になる。毒屋。行くしかないんだよね、結局。神の怒り。で、さらにそこに、ミミック。と、なんだあれ。ずんぐりむっくりしててなんか可愛いんだけど、手が頭になってる。でね、そしたら、不死狩りの護符。もうないな。ないな。ないですね。これどうしようかな。やるか。いや、これはね、やれそうにないな。強すぎ。強すぎ。何あの火力。どこ行った？ん？どこ行った？
あれ？そこの下か。アイテムある。ゴミくず。なんでそこで止まった？そこまずいだろう。パッと見で何にもなさそうなんですけども。戻んないかな。いや、これ強すぎ。大式ホールドにはかからん。もうちょっと、もうちょっと、よし。いやー、疲れるわこれ。宮廷魔術師の杖、強いなー。しかし本当に。で、こっちから落ちていけるんだけど、生田のさっきのとこですね。起きちゃった。すまん、寝てろ。うキモすぎ。これ弓矢でチクれないかな。うん、意外と柔らかい。あ、キモ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 。嫌だなこれ。絶対やばいもんこれ。待って、来んの？あ、死んだね、これ死んだね。しゃあ、生きてる生きてる。素晴らしい。ただ、猛毒のコンボが来る。危ない。あいつも来た、あいつも来た。どうする？入ってくる？入ってこれない？いや、来てますね。こっち行こう。さあ、このタイミングでおそらく、ボスかな？違う、ボスではない。ここはなんだ。ここは怪獣石。まだどっかに通路はございませんか。何にもない。もしかしてここ何もないっぽいな。となったらさっきの結局何、上に行くのっていうことですよね。なんだ、毒は毒になりたくない。よし。いや、ここえぐいな。順番がね、完全に分かっていれば全然、こんなにこう、疲弊することもないんでしょうけども。で、アイテムが置いてある。なんだ？宮廷魔術師装備。何やってんのこれ。あ、掴まれて死ぬのかな。いや、ここえぐいな。猛毒あるし、 S ともないし。で、こっちだね。頼む、キャンプファイヤー。誰かキャンプファイヤーを作ってくれ。もしくはショートカット。何？タコ殴り？イルシルの力を攻撃。何？隠密だから攻撃。なんだ？隠密だからこ、あ、こいつか。あ、すごいなこれ。素晴らしい。で、巨人の下のとこに来た。アイテムありますね。落ちてますね。ほいで、極死の鍵束。
これでおそらく全部の牢屋のあれが開くのか。あ、待って待って、あのね、赤いライトまずいよ、減るよ、見てて、ほら、いや、この減り方やばいでしょ、これ。巨人に一発ぶん殴られたら死にますね。その二つ回収して、ただネズミがいるんだよな。やだな、これ。元気なんだよな。顔面に矢が刺さろうとも。超寄ってきてる、ここに。このね、今ね、この状況は本当にね、困ってるんですよ、私は。3つある、しかもアイテム。ちょっときついかな。1匹いるね、そこに。で、起きる。まあ、当然ですね。はい。いっぱいいた。罪の炎。さらに。くさびし。さらに。これ取れれば私の勝ち。OK。なんか取ったんで、後で編集でチェックしておこう。こっちはなんだ。ここ何？なんでまたミミックがあんのこれ。いや、これ絶対に無理、これは。ただ巨人と喧嘩させるっていうことも可能なんでしょうけども。さらに、上に行ける。どうなっとんだ。極死の鍵束。あれでも鍵をやたらめったら開けまくって、ショートカットになればいいんだけど、そういうわけにもいかないもんね、多分。どこ？ここは何？こっちか。でね、そこのアイテムは多分取れるんでしょうけど、これ塩確保でいこうかな。めっちゃこっち見てる。行きましょうかね。もう仕方がないわ。取った。ライトニングボルト、そんなにいけてるもんでもないか。で、ここは、あ、ここあれか。あの、大量に。で、また。どこだ、これ。あ、ここか。確か、かがり火が近くにあったような気がする。ないんだよなぁ。もうちょっと行けばありますね。まずこいつに殺されたくない。困ったな、これ。反対側ですね、かがり火。一旦戻るか。あの、あれ使って、機関のコッペン。よし。さあ、ではね、今回はその極死の鍵束取ったっていうことで、一旦終わりにして、で、また次回につなげていきたいと思います。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次のパートでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。